津島線は愛知県清須市の塚口駅から愛知県津島市の津島駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線。名古屋鉄道の前身である名古屋電気鉄道が最初期に建設した名古屋市郊外路線の一つで津島街道に沿って津島市に至る通勤通学路線である。沿線は 海抜ゼロメートル地帯を要する低湿地帯であり、伊勢湾台風や東海豪雨といった水害を何度も経験している。一方で、伊勢湾台風離災後の復興で沿線のベッドタウン化が進行し、津島線も通勤通学路線としての色彩が濃くなった。通勤対策として投入された6000軽電車の出発式も津島線で行われている。運賃計算区分は B。 すべての駅でマナコなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、津島線では地震防災対策強化地域にあたるスカグチ駅、津島駅間の全区間で列車の運行が休止されることになっている。名古屋から尾張地方西部へ鉄道を布設しようとする運動は、 鉄道黎明期から存在し、名古屋から津島を経て、桑名に至る、尾瀬電気鉄道計画が1889年6月に出願されているが、当時の電気鉄道の技術は未成熟で、実現は困難であるとして却下されている。その後、この地方発の私鉄として、関西鉄道が開業したが、同社線は津島を経由しなかった。 折しも時世は第二次鉄道ブームの真っただ中であり、この地域でも津島街道、鞘屋街道沿いで名古屋と津島とを結ぶ鉄道計画が多数出願されてはいた。しかしこれらは関西鉄道との競合を理由にすべて却下され、結局この時期に開業に至ったのは関西鉄道と競合しない微細鉄道だけであった。その後も名古屋津島間の鉄道敷設の模索は続いた。 1900年代後半になると、阪神電気鉄道のように、軌道条例による軌道を落とすることで特許を支柱に収めるケースも増えてきた。名古屋周辺でも同様の動きがあり、1906年11月になると、尾張電気鉄道、千島電気鉄道、名古屋電気鉄道の3社が、名古屋千島間の鉄道計画を申請している。 同区間の特許は競合の末名電が不設権を勝ち取り、1907年には軌道条例による特許がカフされた。名電の計画路線は、津島街道経由のルートを取っていた。これは、同社、軍部線の拠点となる、押切町駅から省内川を渡った日は、島京駅から江川かれするルートを選択したためで、鞘街道経由と比べると遠回りであった。そのため、 名電のように、郊外鉄道の建設を目論んだ、名古屋土地や名電の津島進出に対抗したい、微細鉄道など、名電が、津島線の特許を得た後も数社が、鞘や街道経由ルートでの鉄道建設に名乗りを上げたが、いずれの計画も、特許、免許が得られず、未成に終わっている。津島線は申請の段階では、他の軍部線計画より先行していたが、 用地買収と協力財政策に手間取ったことから、建設の段階では、多線の遅れを取った。測量は1910年10月頃より開始し、1912年12月には、津島方面から工事に着手した。河川が多い沿線では鉄道による河川の分断について、上流側と下流側とで意見が分かれており、名電や地元自治体は意見調整に奔走した6月。 ごろ解決した。路線は1914年1月に完成し、同23日に開業した。当時は美和島京駅から新津島駅間が津島線で6の停車場と4の停留場が設けられた。すでに1913年11月より、押切町駅から柳橋駅への市内線乗り入れが実施されていたため、津島線の列車も柳橋駅発着となった。 津島線の開業が微細鉄道に与えた影響は大きく、同社は名電に対抗するため、中村線の建設など様々な策を講じたが、1925年には名古屋鉄道に鉄道事業を譲り渡すことになる。これにより、津島駅も名鉄の駅となったため、新津島駅から100メートルほど尾は島端方に、校内乗り換え場を設けて乗り換えの便宜を図った。 その後、新津島、津島間の乗り換え問題は1931年に、両駅を統合することで、抜本的な解決を見た。一方、名古屋鉄道は、名古屋岐阜間の都市間連絡鉄道を求めて、美の電気軌道を合併し、明記鉄道となった。既存の路線をつなぎ合わせる新線が建設され、塚口駅から分岐していた、清津線は、 高野宮駅丸の内駅間の開業により一部区間が明記線に編入された。そして愛知電気鉄道との合併を経た1941年、東西連絡線のうち、東美和島信号所マイナス新名古屋駅間が開通。開通区間及び、一宮線東美和島信号所美和島京駅間、津島線美和島京駅塚口駅間が明駅線に編入され、津島線は、 塚口駅津島駅間となった。クリップ、名古屋電気鉄道津島線津島線内で完結する列車は数本しかなく、津島側では大半の列車が微細線差や八富方面へ直通し、塚口側では半数以上の列車が名古屋本線へ直通している。また、名古屋本線では岐阜方面の普通列車が塚口駅発着となっているため、 名古屋本線に編入された旧、津島線区間のローカル運用は現在でも津島線、直通列車が担っている。パターンダイヤは時間帯によって以下のように変化する。パターン A 及びパターン B は2008年12月27日改正以降のもので、パターン C は2011年3月26日改正以降の平日昼間帯がパターン A から変更されたもの。 パターン D は2021年5月22日改正で、平日昼間帯がさらにパターン C から変更されたものである。この他道改正以降、休日10時台から21時台もパターン A からパターン C に変更された。毎日6本パターンの場合は、図のように上りと下りとで言うと列車の設定本数に差異があり、普通停車駅の乗車機会が異なっている。 最大編成は折り、上りともに8両であるが、高架化された藤波駅を除く中間駅は下り6両上り8両とホームの長さが異なることが特徴であるで整備された新車や修理車両の試運転を行っていた。一部特別車、特急8800系パノラマデラックス現在の列車過去の列車休校2008年12月改正で、それまで 快速急行として運行されていた西尾線直通系統が準急に変更されたため、津島線内を急行として運行するのは平日の下り朝1本、上り夜2本のみとなっている。このうち741列車は3500系、3700系、3300系、9500系のいずれかによる8両編成で運転され、当線内では 始発の塚口駅と津島駅以外は6両ホームのため、名古屋より2両はドアカットを行う。過去に存在した急行列車は、基本的に名古屋本線直通列車で直通先も優等運用を行っていたが、2005年1月白紙改正で増発した上り急行は、微細線、津島線内のみ、急行運転し、直通先では普通列車に種別変更していた。 この列車は2005年1月白紙改正で廃止された、昼間帯の特急を保管する形で設定されたもので、現行パターンに整理される2008年12月改正まで設定されていた。準急平日の夕方ラッシュ時間帯及び、土休日の朝から夕方までの時間帯の上りに設定され、微西線鞘駅西尾線平吉台駅間に毎時2本運行されている。 同じ系統の下り列車は、塚口駅から普通になるため、津島線内を準急で走る下り列車は存在しない。以前は、平日も、土休日同様に終日運転されていたが、2011年3月改正で、豊明駅発着系統が削減されたため、大体としてこの系統が、神宮前駅や富井駅間の普通列車を担うようになり、 それに伴い当該時間帯の準急運転がなくなった。津島線の名古屋本線直通列車は1982年3月改正で一旦大半が普通のみとなったが、翌1983年3月改正で急行が復活し、1985年3月改正からは再び西尾・蒲郡線系統と統合した。 下り方面が普通に変更される1998年4月改正までは、蒲氷線蒲氷駅美西線鞘駅間の運行だったが、同改正で鞘駅西尾駅間に縮小された。2008年6月改正で同じ経路をたどっていた全車特別車特急が廃止されると、大体として、快速急行を毎時1本から毎時2本に増発し、 運行区間も平吉田駅、鞘駅間に拡大した。その後、同年12月改正で種別を準急に改めて、現在に至る。現在の準急は、急行、特急と同じ停車駅だが、1990年10月改正以前に、存在した準急は、現在の停車駅に加えて、青塚駅にも停車していた。晩年の準急列車は、平日の上り1本通り2本の、 計3本しかなく、これら3本の列車は、準急廃止後も、青塚駅に特別停車していた。普通上下線とも、塚口駅で、名古屋本線の急行に連絡するダイヤが基本となっている。現行ダイヤでは、いずれのパターンでも、塚口駅最愛機間の列車と名古屋、本線直通列車とを組み合わせたダイヤとなっている。前述の通り、 平日昼間帯以外のパターンは2008年12月改正で組み立てられ、平日昼間帯のみ2011年3月改正で変更されたものである。2021年5月改正ではさらに変更されており、土休日も津島線内及び名古屋本線直通列車が毎時4本に削減された。平日夕方以降は同じ系統への折り返しはなくなり、 平良ヨシダイ駅・塚口駅・キ、スカ豊チ駅、ヤト駅、トヨア駅、佐駅平吉田駅というサイクルで運転されることが多くなる。サヤ駅・キ、トヨ駅間の系統は元、三河線直通列車で2005年白紙改正で三河線への直通が廃止された。同改正から2008年12月改正までは、ヤ富駅地流駅間として運行されていた。 2008年12月改正以前は昼間帯に、津島線、美細線内で完結する列車は少なく、常上線方面直通の普通列車と、名古屋本線内は、有等に種別変更する普通列車がそれぞれ毎時2本、運転されていた。過去には、美細線、森上方面と行き来する列車も多数存在したが、現在では、平日朝ラッシュ時にのみ、 名鉄一の宮駅発の直通列車が3本ある、のみである。ほとんど4両編成で運転されるが、平日の朝ラッシュピーク時の上りは6 0 0 0 6 5 0 0 6 8 0 0三や3 5 0 0 3 7 0 0 3 3 0 0 9 5 0 0系の8両編成により、約10分間隔で運転され、塚口駅で急行や準急に種別変更するパターンとなっている。 これらへの送り込みのため設定されている下りの8両編成の列車は、塚口駅、藤波駅、津島駅を除き、6両ホームのため、名古屋方二両はドアカットを行う。2021年5月改正後は、平日日中と、土休日の運行形態が大きく変化し、以下のようになった。ありがとうございます。